こんにちは、土の子です。今日はポケトルの更新日、何もないかなと思ったんですけど、メガ不思議花のランキングステージが出ています。インフォ見てみましょう。全国のプレイヤーとランキング勝負、6万5000円までに入賞で不思議花糸をプレゼントで、今回は5000位までにメガスキルアップがプレゼント。結構ね、今までのランキングを考えるとかなり厳しい戦いになるんじゃないかな。5000位っていうのは、僕も前回のランキング1万3000位ぐらいでしたからね。持ってる入賞者には宝石1個ですね。なので、ね、やっぱり5000位以内を目指していきたいです。ということで、いきなりフルアイテムでいきましょう。僕が選ぶのはヘラクロス、ゲノセクトのムレオナスパーティーと、あとは強力ポケモンですね。今回は手数制なので、スカイコンボあたりで飛行タイプで固めるっていうのもありだと思います。ただウォーグルがね、僕レベル1なので、とりあえずこっちのムレオナスメインでいきたいと思います。もちろんアイテムはメガスターとお邪魔ガード、パワーアップ全部使っていきます。ダークライでもらってるから4500コインで済んでますね。じゃあ行きましょう。さあ、よく考えていきますよ。エキストラはね、一瞬で終わるけど、こっちはすごい時間かかるんだ、考えるから。さあ、メガ不思議バナ、こんなんだったっけ。草もぐれになってますね。まあ木もぐれだけど。よし、まずはボーマンダ揃えてヘラクロスを揃えましょうか。ここぐらいしかないね。いけ。よし、まず一掃できた。いいよ。さあ次はこうかな。ゲノセクト揃えるぐらいしかないよね。ヒードラン落ちてこい、こい。おーし、よし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 、おいしい、おいしい、おいしい。これいいよ、いいよ、いいよ、頑張れ頑張れ。おいしかった今の。熱いね、コンボが決まると熱いな。ちょっと群れをなすやっても平凡そうなんだよな。ちょっとやっぱり落ち子にかけようか。フォーマンダ揃えて落ち子にかける。あー、残念残念。そうだな、連撃をもう一回決めてヘラクロスにかける、頼む。あー、弱い。さあ、ここはゲノセクトを揃えていきたいとこですね。まあ、ここでしょうね。ゲノセクト群れをなす。きついな。群れをなすを発動することを願って来い。ああ、発動しなかった。落ち込んを、じゃあもっと。いやー、熱いな戦いが。本当はね、落としてヘラクロスをつなげていきたいんだけどね、なかなかそれをさせてくれないな。これも電撃があるけども、こっちの方がいいね多分ね。いっ、いけいけいけ、もっと揃え。これもこういきましょう。連撃からヘラクロス揃えて、来い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 。これはゲノセクト行こうか。行こう、ゲノセクト行って来い来い来い。超連発しないとね、やっぱり連撃いっちゃおう。頼む、落ちてくれどんどん。あー、いかない。そしてお邪魔も来てしまった。いやー、これも揃える場所ないよ。電撃、電撃ならず。うわー、もうコンボも期待できなくなっちゃった。ムレオナスどうしようもない、もうどうしようもない。最後の力、よし600。電撃からの、あ、全然意味なかった今の。いや、これしょうがないね、もうね、もう考えてもしょうがないや。最後の力発動させるのを祈って、はいよ。あー、発動もしなかった。がっくし37,700。ひどすぎるよ絶対これ。ちょっと5000位は危ういね。今のランキングを見ときましょう。今のランキングでもうすでに1037位。終わったさすがにもう一回挑戦するのはコインがもったいないけどな。ちょっとね、もう一回挑戦するかよく考えていきたいと思います。ということで、初戦大惨敗の土の子でした。みんなはどうだったかな。